こんにちは。この間はおめでとうございました。夜桜の、本手をやっていきますね。まずね、まず注意しなきゃいけないところですけど、夜桜、ここ、ふよいって言うとできます。または、これ3つだと思えば、その3つの前にちょっとでやればできます。あとはね、柳、目吹き柳がのところのチャラリチャラリチャンテチチ、ここなんだけど、目吹き、チャラリチャラリチャンテチチ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 チ、ここね、こういうとこ一生懸命やりがちなんだけど、ここってこう強くやらないで、この佃の手をあんまりやっちゃうと今嵐みたいになっちゃうから、シャラリシャ、あなたにとってまあピアノかピアニッシモぐらいな感じで、いつもフォルテッシモで弾いちゃう癖があるから、小さく弾くように、全体的に小さく弾いて、たまに大きい音が出ちゃう分には OK なんだけど、こういうとこ注意してくださいね。じゃあ、通してやってみますよ。夜桜で、これから楓をやりますけれども、今のところの本手に合わせて楓を弾いてみてくださいね。楓弾きながら弾き歌いっていうのは絶対無理だと思う。できるようになってみたいですけどね。で、この曲は同じ調子、同調子の本調子が楓になります。たまにね、2の糸にこう、ね、変えての人の1の糸を合わせるとか、そういうこともそういうパターンもあるんだけど、この曲は同じ調子だからね。夜桜の変えてです。はっ、夜桜花の子が
ぞ。すごい難しかった。私も10回ぐらい取り直しましたけどこんな完璧にね全部楓の人は弾く必要はなくて、例えばテンとシャンって書いてあるけど最初にテンってやっちゃうと怒られちゃうし、うん、なので本定の音を聞きながらその後ろで弾いてるっていう意識を忘れずに楓を弾いてみてください。これは本当に難しいの選んじゃってごめんね。もしかしたら桜散るまでにできないかもしれないよね。期待しちゃったんだけどこれは本当に難しいです。頑張ってお稽古してみてください。私からはもう頑張れとしか言えないよろしくお願いします。はい。